どうも、日本語でしゃべりましょうの岡藤です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードに振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。今日はお土産についてちょっと話したいと思います。職場の人とか、 家族とか親戚とか友達とか日頃お世話になっている人へのお礼としてお土産を買うのは日本では当たり前の習慣です。どうですか皆さんはお土産ってよく買いますか日本の友達とか同僚とかがいる人はお土産を今までもらったことがあるんじゃないですかでもこの お土産の習慣は最近にななっって始まったわけじゃないんです実はお土産の起源というのは江戸時代までで遡るんです,すごく歴史がありますよね実は江戸時代になる前っていうのは道がちゃんと整備されてなかったんですなので旅行をすることがすごく難しかったんですでも 江戸時代になってからは道がちゃんと整備され始めて庶民の人普通の一般の人も旅行できるようになったんですでも江戸時代の旅行というのは現在の今の時代の旅行の仕方とはちょっと違っていて神様や仏様へお参りをしに行くこれが 一般的な旅行だったんです、うん、今の旅行の仕方といえば例えば美味しいご飯を食べに行ったりとか歴史的なものを見たりとかあとはそうですね買い物しに行ったりとかそういう風に旅行するのが現代では一般的ですよね。旅行は今もももそうですけどもちろん当時も すごくお金がかかりましたなので簡単に旅行に行くことはできませんでした。うん。道は整備されていたけどお金的に大変だったんですね。なのでみんながみんな旅行に行けたわけじゃなくて仲間内で代表の人を一人選んでそれでお金を出し合ってその代表の人が旅行に行くという形で昔は旅を していたんです、うん、なので旅行に行く人はみんなのために旅行に行っていたんですなので地元で待っている家族とか友達とかのために旅行に行った先でその土地のものを買って帰るようになったんですちなみにこの頃のお土産の定番といえばご利益とか無事に お参りしてきましたという証として神社のお札を持って帰っていたらしいんです他にも例えば浮世絵とかも人気だったらしいんです、うん、浮世絵はかさばらないしそれから値段もあんまり高くなかったので当時はすごく人気があったらしいんです、うん、今でも日本に旅行に来て浮世絵とか日本の昔の絵を買って帰るっていうのはすごくいい お土産ですよね、うん、それから日本語には見上げ話というのは旅行先で見たものとか聞いたものとか体験談とかこういったものを帰ってから友達とか家族に聞かせてあげることなんですけど当時江戸時代の人たちも日記を書きながら 旅行して面白いものを見たりとか聞いたりとかしたらそれを日記に書き留めてそのエピソード物語を帰ってからみんなに聞かせてあげていたらしいんです、うん、この「土産話」というのは日本だけじゃなくていろんな国でありそうなお土産ですよねどうですか皆さんのの国でででも土産話をすするはは一般的ですか現代ではお土産 といえば日本ででは大抵食べ物です例えば旅行とか仕事で出張に行った時に友達とか同僚会社の人たちにお菓子とかお土産で買うのはすごく一般的です。例えば有名なもので言うと京都の八ツ橋とか広島のもみじまんじゅうとか静岡のうなぎパイ。うん こんなお土産はすごく有名で多分日本人ならみんな知ってると思いますでもちょっと有名すぎてあんまりもらっても嬉しくないかもしれませんもちろんお土産がないよりは嬉しいですけどもっと変わったお土産の方が喜ばれるかもしれないですねで今日は僕がおすすめのお土産もあるのでちょっと皆さんに紹介したいと思います 食べ物で言うと和菓子とかせんべいとか日本ならではの食べ物がすごくいいお土産だと思います例えばさっき言った京都の八橋とかはあまり海外ではないようなお菓子なのですごくいいお土産になると思いますあとはお酒に合うおつまみみたいなお菓子もいいと思いますもし 皆さんの友達でお酒が好きな人がいたらおつまみみたいなお菓子がすごくおすすめです例えばどんなおつまみがあるかというとわさび味のちょっと辛いせんべいとか辛いスナック菓子があるのでこれは日本では一般的ですけど外国ではわさび味のお菓子はちょっと珍しいかもしれないのでこれはすごくおすすめのお土産だと思います他にも 日本っぽいブッククマークしおりとか日本のおお箸ととかお酒もすごくいいと思い思ます特にお箸はお店によってはお箸に自分の名前とか友達の名前とか入れることができるところもあるのでそれで自分オリジナルのお箸を作って友達とか家族に持って帰るこれもすごくいいお土産になりそうですよね。 あとお酒もうこれオリジナルのお酒を作れるところが実はあるんです僕は前鎌倉に旅行したことがあるんですけどそこで町屋という梅酒の会社の会社のそうですねオフィスじゃないんですけど梅酒作り体験施設みたいなところがあってそこで自分で梅とかお酒を選んで オリジナルの梅酒を作ることがでできたんですこれもすごくいいお土産になりそうですよね自分で梅酒を作っってて友達に持って帰る、うん、もちろん普通の梅酒を買って友達に持って帰るこれもすごく日本っぽくていいお土産だと思うんですけどやっぱり自分で作ったものを持って帰るこれもすごく思い出に残りそうなお土産でいいですよね。 皆さんもね日本を旅行するときはねぜひ友達や家族にお土産を買って帰ってあげてくださいそれから今日僕が紹介したお土産もぜひ試してみてくださいはいということで今日はお土産について話してみました皆さんの国でもお土産の文化がありますかぜひコメント欄で教えてくださいそれから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら ポッドキャャストののフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろししくお願いしますそれじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。